では感想を聞かせてもらえますか。特に中西選手に対しても健三選手に対しても思うことないですか。いや、ほんで言ったらあれだ、なんつうんだろう、あの世代までが俺らガキの頃見せた世代だからね。まあ下手な若手という当てられるよりは良かったっすよ。やっぱりあの時代をトップをね張ってきた人間の凄みを感じちゃいましたね。またやりたいという気持ちあります。いやー、なんかでも、いや、負けた俺が言うのもなんだけど、面白かったね、やっぱりね。なんか他にやりたいやついないわ。新日本、新日本いねえよ、始めはよ、やっぱり天山、中西何回でも倒すまでやってやるよ。まだまだ元気じゃねえか。初め組まれた時よ、俺らジュニアヘビーだぜ。なんでこんなヘビー級のドヘビーな奴らと。これは新日本の嫌がらせとしか思えなかったんだけど、逆に今となっては新日本に感謝だね。感謝しかないよ。いい気持ちよかった。次はね、いけそうな気がする。あの辺の次はいけるわ。次はね、この2人はもう、次はいけそうな気がする。まああとは次はいけそうな気がするってことだな。そこしかないね。もう一回何度でも。逆にジュニアが来たらぶっ潰すよ、新日本のジュニアなんて。新日本のジュニアで気になる選手いますか。そう言っちゃうとワイルドベルズだよ。お前俺らライガーって止まってんだよ。ライガーだったらライガーさってやるよ。それはじゃあライガーいる侍か、ティーマレンコか。その辺ならいつもやるよ俺は。侍一回やったから。天山中西、もう一度ミシノクのリングで待ってる。ミシノクリングでも来いよ。ほらね、頭の方はね圧勝だと思うんだよね。だからね、今日の試合を、まあ新日本にあるけど、俺高校以来新日本見てなかったから今の新日本が分かんないけど、もうこれであの二人はインプットされたから何よりかも分かったし、もうあの二人から俺はバンプは取らないよ。負けた人間が偉そうなこと言ってすいません。そんなもんすかね、何かあります。言いたいことは全部言っちゃったね今ね。ごめんね、しゃべりすぎたよ俺が。まあ中西天山、もう一回やらせてくれよ。ちょっと酒飲んで作戦考えるわ。センキュー兄様。あいつら一番しゃべっとんねん、このバラッタリが。おい、もう一回やるか。まあ、根性しとるわ、あいつら。ほら、中西天山に向かってあれぐらい来るってことは威勢がいいよね。この中西にね、立てつくとは、度胸しとるって、中西。いやいやいや、西尾君がいたら、俺ももう、ちょちょいのちょいですよ。どんなあの敵が来ようだ、俺はタッグ組んだら、リング上で、誰が来ても全然心配ない。ノープロブレムですよ。俺の力と、天山の主導さ、誰も壊ないぞ、お前。いつでも来いよ、おい。まああいつらどこの馬の骨か知らんけども、根性だけはええの持ってるんちゃうかって、向かってこう来るね、そういう気構えはええわ。ただ、レベルが、お前ら顔ちゃうんやって。レベルはもう天と地や。どんなに這い上がろうとしても蹴落としてやるよ。その代わりお前下からへばりついてでも来いやって。新日本だろうがインディーよその団体だろうが関係ない。あいつらどこで何やってるか知らんけども、
うん、ええよ、ええ根性してるよ、いつも来いって、また相手してやるから、うん、まあ、がっつりね、いいのも入ったし、うん、その分倍以上、3倍、4倍、うん、100倍にして返してあるから、また、うん、まあ、前回はね、うん、恐竜とか、うん、そういう相手だったから、今日もどんなやつが来るともう分からなかったけども、うん、まあ、うん、やるんちゃうの、うん、まあ、2人がどういうタッグでやってるのか知らんけども、うん、上等やと思って、うん、オッケー、まあ、しばらくぶりの試合でね、うん、久しぶりだったんで、あれでしたけども、ちょっと目が覚めかけてるね、うん、また次のシリーズも、うん、どんたくシリーズね、うん、がっちり乗り込めるようにしたいなって、うん、やりたいと思いますんで、はい、何かありますか、別に。まあ、あとは小路が早くね、うん、もう何ヶ月かな、うん、3ヶ月なのかな、うん、小路がいないとやっぱり、まあ、西尾君もいいけど、やっぱり小路もね、うん、早く帰ってほしいな、うん、いつも心の中で祈ってます、はい、カムバック小路、OK、ありがとうございます。